リッパーでした。次のステッキまで、持つかな、俺、多分。持つか。持つか。はい、強ポには入れそうか。入るね。オッケー。安定がおかしいからな。いけるね。よっしゃ。よっしゃ。うまい。終われなくなったかもしれない。注意みんな。注意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 。うまい。このパンダ何かわいい。このパンダかわいい。傭兵を信じてよかったー。え？キモ、ね、うん、何？あー、いやー、これ誰追ってんの？極芸師？極芸師より多分マジーシャンだよ。うん、極芸師より多分マジーシャン、マジーシャン、マジーシャン、マジーシャンです、マジーシャン、マジジーシャン、マジジーシャンです。あ、すごい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 、あ、すごいわ、あ、すごいわ、あ、すごいわ、あ、すごい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 わ、あ、もう終わったな、こいつ、こいつ終わったやろ、今こいつ終わったやろ、多分。やっぱ院内でしょみんな、やっぱ院内でしょ、やっぱ院内じゃろ、やっぱ院内じゃろ。やっぱ外やろ、やっぱ外やろ、みんな、やっぱ外やろ、でやっぱ戻るやろ、はい、やっぱ板加速やろ、板倉加速、板加速、やっぱ窓やろ、みんな、やっぱ窓やろ、やっぱ窓やろ、もう彫刻ないはず。ユスケ・キンタマリア、さあ行きましょう。こうファーチェポジなんですけれども、まあちょっと右下がなくなるのは残念だが、ここはねチェイスできるから、チェイスしましょうか。じゃあ、芸者ですね、はい、芸者芸者芸者でございます。でこの蝶々を取ることによって、はい、まあ、恐怖食らわないようにね、みんな。恐怖食らわないようにお願いします。食らうんだ、この攻撃。俺の最強の攻撃食らっちゃうんだ。今の最強やで、みんな。最強最強。今の最強攻撃です、はい、はい、これずらさないといけない、みんなずらさないと。ずらさないといけないです。これ多分ねずっとやるから奥行こう。もう、チェス十分だから、ステッキ使って、多分、潰すんじゃないかな、板。はい。そうしたらこっち回ろう。もう、教科書並みのチェスだな。で、突っ込んでこないか。突っ込め！突っ込んだ。はい、もう十分じゃないんでしょうか。はい。もう、教科書通りのチェスだよな。教科書、雨降ってる！俺を傘にすな。気づいた、みんな、これ。雨降ってる。
俺を傘にすな。てかクソチースしてもかかわらずバカ傭兵がさ、ちなみに MUMU はさあれなんだよね、 MUMU ミュミュっつって第五人格の、第五人格はネットイース違うな、誰か出してるエミューだこれ。うん、まあ傭兵が詰めるの遅いから耳鳴りしなくていいんじゃない。あーやくな、まあ傭兵まあ傭兵はどのうち間に合うか、救助は彼は、うん、ちょっと炭鉱チース頼むよマジで、こんだけチースしたんだからよろしくね。ナイチェー、まあ、レベチレベチ、はい、レベチ、あのヌルヌルなのよ、そう実は一応ネット変えたんで、うん、ヌルヌルなのさ。自分の遺産号機で死ぬのはナンセンスだね。なななななな、ナンセンス、ななナンセンス。でここでね、俺離れてもよし、はい、離れても良きです。皆さんいいですか。でもね、踊り子が救助できない可能性があります。ちなみにね、もう踊り子が確認されてる可能性があるということで、俺が詰めて救助、いや俺がほらほら俺ここ行っても大丈夫なわけよ。そうそう、今眼中はねさ、あのもう暗号機しかないのよ、うん、で瞬ガイド使っちゃってるんで、で傭兵の救助を俺がするかっつってもなんかそうでもないんだよな。さすがに即死はしないやろ。もう今暗号機即死しました。俺がファーチでなかったら、まあええか、まあええか。あの踊り子と炭鉱はね、立て直しした方が良かったですね。ちなみにね、いいですか皆さん、うん、いいですか、ね、これ次飛びの俺が救助しに行かないといけないっていう状況ですね。なんでこんなきついねや、お兄ちゃんなんでこんなきついん。ドロップ食べるか。炭鉱どこや、炭鉱、たたたた、炭鉱どこやねん。多いわ。じゃあ圧かけに行きますか、生まれ育った地で。生まれ育った地で。で今芸者がやってるのはもう瞬間移動使わないはずです。皆さんいいですか、もう瞬間移動は使わないです。ゲート多分ね、通電後に瞬間移動使うので、ここはもう普通に、はい、眼解読でいいです。で走ってくるので、あんま食らった状態で来てほしくないな俺は。うん、傭兵の方に行ってほしいな俺は。で踊り子多分向こうのゲートにおるべきですね。当然するんで、ちょっと重いわこれ、えぐ。あれ踊り子持ったんかい、恐ろしいなそれは。それはちょっと恐ろしいな、踊り子と傭兵が同じ方角にいるっていうのは。はあはあはあ、炭鉱さん早く逃げてください。で瞬間移動あるから、皆さんここは中間待機するべきだと思いますか。するべきだと思いますけれども、私は炭鉱を信じる。でもあそこの板俺も結構使ってるから、もう2枚、多分2枚使ったかもしれない、3枚使ってるかもしれない。積んでも完了なので、踊り子はもう瞬間移動する可能性が出てくる。そして踊り子がいない、踊り子って瞬間移動ですね。で炭鉱が立ち上がるまでは多分チエスはできるんじゃないでしょうか。で俺があえて姿を見せて、ここでチエスに入ります。で板ももちろんバンバンね倒していきましょう、はい、もちろんバンバン倒していきますよ、うん、だわ、はい、でここでダウンしたら、まあ、あまりにも炭鉱に近いから、ここはね、うん、だから炭鉱の方に寄らないようにチエスしていきましょう、はい、どこにいるかわかんねえ、おったおった。で板の方に行かないといけませんので、板の方に行きましょう、はい、犠牲俺じゃねえか、犠牲俺っすね、はい。ねえ瞬間移動もないので炭鉱は出れるはずです、はい。まあこんな感じでございますね、やっぱうまいやつはうまい。いやいや、この間長野と長州力と武藤のいやってさ、神奈月がモノマネしてる武藤しか知らなくて、ガチの武藤見たら真っ黒でさ、日焼けしすぎやろジジイと思って、であいつらがさ、なんかキリングリーンラベルじゃない、キリンの金麦、金麦ってキリンの、あの何コラボやっててさ、タイアップ
やビール美味しそうやなと思って、あいつらはあれ食いよったんよ、神戸牛とかなんか柔らかそうなお肉を食ってた。